はい、本日はですね、失敗しないパーカーの選び方をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで今からお話していくんですけども、ちょっと待ってくださいね。っていうのも当たり前なことは言いません。例えばこうサイズ感を気にしましょうとかね、着丈を長くしましょうとかね、あの短いのダメですとか、その当たり前みたいなことは言いません。じゃあどんな話をしていくんかというとですね、なかなかこう買う時にはあんま気づかへんねんけども、家帰ってからなんか失敗したなって、なんで失敗したかわからんねんけども、だいたい今から言う特徴に当てはまってたりするんですよね。ほなじゃあ聞いてみようかということでね、聞いていただければなと思いますので、本日の流れとしてですね、買ってうわ失敗したな、でもなんで失敗したかわからんっていう特徴ですね、3つねご紹介してさせていただいて、その理由なんかをねお話しさせていただこうと思いますので、そんな感じでよろしくお願いいたします。ではですね、まず失敗しやすい特徴1つ目っていうのがですね、カラーなんですね。でカラーって言ってね、なんでカラーなんかというと、まあ今回ご紹介してるこちらにあるのっていうのはだいたいグレーでございます。僕が着てるのも今これグレーですし、こっちはちょっと薄めのグレーなんかな。そしてどんどんこう濃くなっていくっていうような印象なんですけども、実はこれ全部グレーじゃないんですよ。どういうことなんて思われるかもしれないんですけど、これね、ここで見てたらなんかクリーム色じゃないですか。でもよく見たらね、なんかちょっと黒っぽいところもあれば白っぽいところもあるしっていう、ちょっとまだらになってるでしょ。これ世間一般ではね、霜降りって言ったりするんですけども、正式名称は霜降りとは言いませんがね。これで他シュプリームも見てみましょうか。シュプリームもね、よく見てもらえればちょっと濃いグレーがあったり、ちょっと薄いグレーがあったりっていうのでこう混ざってますよね。これを正式用語では木というんですね。木グレーとかって言ったりするんですけど、このね、僕今着てるやつもそうやけども、あ、これ一番分かりやすいかもしれないですね。この黒っぽいグレーがあったりとか、ここに白があったりとかっていうことで、こういうまだらになってるのがあるんですけども、この木をね選ぶっていうのが非常に重要なんですよね。でこの木っていうのがねあるんですよ。でそんなん今まで気にしないじゃないですか。いやパーカーなんかグレー、黒、ネイビー、まあその辺持ってたらいいでしょうというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はこういったねブラックとか、まあ、色ついてるもん何でもいいんです。オレンジとか青とか何でもいいんですけど、とにかく色のついてるもん、白もそうなんですけどね、白に染めてるんですけど、そういった色のついてるものっていうのはとにかく着心地がちょっと落ちるんですよ。でなんで落ちるんかって言ったらね、絵の具とかもそうなんですけど、絵の具使ったりしたら髪ってちょっと硬くなるじゃないですか。で髪の毛もそうでね、染めたりとかしたらちょっとガシガシしてきたりするんですけど、本来の元の色、例えば髪の毛やったら黒色の元の色やったらそんなに傷んでないし、画用紙も白のままやったら丸めたり折ったり綺麗にできるんですけど、絵の具つけたりしたら硬くなってね、曲げたりしにくいっていうのと全く同じで、糸もね染めちゃうと少し硬くなっちゃうんですよね。でこれって多分触って分かるような違いじゃないんですけど、ずっと着ていくとね、なんとなくちょっと言われたらそんな感じもすると。で大体あなたのクローゼットに眠ってるパーカーって何色ですかっていうと、ちょっと色ついてませんかと。要は白とか黒とかベージュとか何かしら色ついてませんかと。なんで今回これグレーばっかり、まあ要は木グレーばっかり揃えたかっていうと、木グレーっていうのは実はグレーじゃないんですよね。黒と白、まあ黒と生成を混ぜた色がこの木グレーなんだから、一切グレーという色は入ってないんですね。黒色が何パーセントで、生成元の色をほとんど入れていって、柔らかい状態の糸が入るから着心地がいいと。要は柔らかい状態になってると 100% 染めちゃってちょっと硬くなっちゃうけども、例えば生成が 80% ありますと、で黒 20% 入れます、そしたらこの色になりますと。そしたら生成が多い分やっぱ柔らかいんですよ。だから着心地を求めはる方とか、こう着てて楽な服って人間でついつい選んじゃうんですね。あ、じゃあ今日何着ていこうかな、誰かとデートするしな、A 子ちゃんと会って、 B 子ちゃんと会って、 C 子ちゃんと会うやろう、じゃあ柔らかい服、着やすい服着ようかなって言ったら、大体着心地の選んじゃうんですよ。でそうやって無意識にねこうやって選ぶんですけども、やっぱ寝巻きにねこの木を選ばれる方が多い理由もそれなんですよね。着心地がいいってなんとなく無意識に知ってるから、そこを選んじゃうと。で木を選んどけば着心地がいいから、こう長く着れるよねっていうことで、まずは失敗しない特徴としてはこのカラー選びというところで、ついついちゃんと色のついてるもん行きたくなるんやけども、この木グレーだけはちょっと別次元というか別存在なんですよね。他のはちゃんと全部単色で色染められてる、もうこんなんとかやったらもうブラック 100% で染められてるんやけども、この木に関しては元々の生成の色をね混ぜながら作ってるってことで、柔らかくできてるから長く着れるよねっていうことなんで、まずはカラーを選ぶ際にちょっと注意していただきたいと。いや俺は黒でも絶対着んねん、いや俺はベージュでも絶対着んねんやったら全然問題ないんですけども、確かにちょっと色ついてるやつクローゼット眠ってるなと思ったらですね、まあこういった木グレーをね選ぶっていうのが一番オーソドックスなやり方なんで、まずはカラーを注意してください。なるほどなと、実は色にもそんな違いがあるんやということでね、失敗しないパーカーの選び方、まず1つ目がカラー、そして2つ目が何かというとですね、厚みになってるんですね。この厚みは結構イメージしやすいと思うんですけど、服って厚みがあればあるほど、特にこのフードのところなんですけどね、このフードのところがキュッて立ちやすくはなりますよね。この辺なんか見てもらっても分かる通り、パッてかけてるだけやねんけども、フードがねこうやって立ちやすい状態になってる。なんでっていうと、生地がね分厚いからこうやって立ちやすいですよねと。逆にじゃあ薄かったらどうなんのというと、やっぱりこう寝ちゃうんですよね。どうやってこう形整えてもちょっと寝ちゃうと、確かにこう頼りなさそうなね印象があるよ
よねと。で、大体パーカーをね買う方っていうのは重ね着をねされる方が非常に多いと思います。例えばこういったねダウンジャケットを着るときなんかにこうパッてねフードを外に出しますと、そしたらねちゃんとこうフードがね立っといてくれればね、あのシルエット的にもまあ綺麗な重ね着上手やなとか綺麗にしてはるなって思ったりするんやけども、どうしてもねこう寝ちゃうとちょっとだらしない印象がね出てきたりするんかなっていうところで、結構厚みは注意ですよと。そして最後はですね、失敗しないパーカー選びの結構重要なところなんですけど、これ聞いたことないかもしれないですけどね、リブの長さが全く違うんですよ。各ブランドによってリブの長さってここリブなんですよね。この袖のところのゴムこう留めるね、こう留めるところっていうのがリブっていうんですけども、このリブがねもう各ブランドによってもう全く違いますよと。例えば最近はね結構比較的長いのが多いんですけども、このチャンピオンのやつとかがまあこれがねベースやとして、一回シュプリームと比べてみましょう。シュプリームの方がねだいぶ短い印象あると思うんですよね。でチャンピオンの方はこう長い印象、ユニクロとね比べてもシュプリームが多分ダントツで短いですね。他チャンピオンとユニクロもあんま変わらない、ループイラーもまあほぼほぼ変わらないですけど、シュプリームだけがねちょっと短い印象になってるんですけど、これ短いとね、まあ、見た目的にねちょっと昔っぽくなるっていうのももちろんそうなんですけども、それ以外にやったら伸びやすいんですよね。袖が伸びやすいっていうことで、なんで伸びやすいのっていうと、まあ、単純にこれだけでね支えてる生地の量なんと、これだけの幅あったらねこれだけで分散できるんですよね、その負担のかかり方っていうのが。ただでもこれだけはこの短くなればなるほどかかる圧っていうのが一点に集中するんで、こう伸びてきやすくなるんですよ。だからリブっていうのはあんまり短すぎるとこうビヨビヨにねなりやすかったりするんやけども、ちょっと長めに設定してることによってそこまでこう伸びにくいっていうのがねこうリブの特徴であったりするんで、これは実は袖だけじゃなくて、だいたいパーカーっていうとこのね裾のとこにもリブっていうのが使われてるんですよ。このリブもね同じくなんですけど、あんまり短いのを選んでいったりとか、あんまりこのリブがね薄いのを選んでいくとねちょっとこうよれやすいっていうのがね特徴であったりします。でチャンピオンってね、いや生地分厚いやないかと、めちゃくちゃこれ生地分厚いがええやないかって思うんかもしれないんですけども、実はリブはねまた別のリブ使ってるんですよ。だからちょっとここはねリブ薄いんですよね。で袖のリブと裾のリブっていうのはこの生地に比べると結構薄めのを使ってるので、ちょっと伸びがね心配なんちゃうかなとかって思ったりするんで、皆さんこのリブはね気をつけてください。短ければ短いほど伸びやすいし、薄ければ薄いほどやっぱ伸びやすいっていうところはねありますので、こうダルンダルンのね袖見るとねちょっとだらしない、特にスウェットって子供っぽい印象あるのにビロビロなんて余計だらしないっていうのねありますので、まあ気をつけていきましょうということで振り返っていきましょう。まず一つ目っていうのはカラーですね。カラーがやっぱり全色染められてる状態だとちょっと着心地っていうのがこういった木に対しては落ちちゃうと。でこれは白っていうのも白やからいいやんと思ったらですね、白もあえて白に染めてるんですね。もともとはこういうのってきなりっていう色なんですけど、こうベージュっぽい色味なんですけども、それをあえて真っ白に染めるってことなんで、それも硬くなってます。だから黒も白もそうやし、染めてるやつっていうのはちょっとやっぱ硬くなるけど、こうやって木あの霜降りのように黒と白がねこう混ざってるやつであればやっぱ柔らかさがね残ってますよねということなんで、できるだけ着心地がいいのを求めたい方はねこのカラーを気をつけてくださいと。別に俺カラー気にせえへんでっていう方はねそれは全然いいんですけど、まあ気をつけてくださいね。で次に厚みですよね。で厚みっていうのは特にこのフードの部分に出てきますよということで、こうペチャンと寝やすいので、普通に着ただけでも様になるのって、まあ確かにフードあったら様になるよねと。このフードがこうペタンコになったりとかね、こんなことになってたりしたらあんま様にはならんよねと。でそれはどうやったらわかるのっていうと、厚みで大体わかりますっていうことなんで、まあ、その辺をねちょっと気をつけていただきましょうということで、最後はリブ、袖のリブもそうやねんけども、この腰についてるところのリブっていうのも短ければ短いほど圧っていうのがどうしてもかかっちゃうので、こうやって袖とかまくった時にここの一点だけ、例えばこれだとこんだけ長さあるからここであの負担してるんですけども、こんだけしかなかったらここだけで負担しようと思うとその分圧もかかってくるので、こう戻した時にこうビヨーンってなっちゃってる状態あると思うんですけど、まあ、そうなりやすいので、できるだけこうリブの長さであったり厚さっていうのもね確認して、あこれだと伸びなさそうやなっていうのをね選んでいただくっていうのがいいんかなというふうに思います。そうすればねあんまりパーカーで失敗することないよねと。もちろんサイズとかシルエットとかはご自身で選んでくださいよ。それはもう好みあるから、それはもう全然好きに選んでくれたらええんやけども、まあ、それ以外当たり前の部分以外のところではね、まあ、この辺はちょっと大事になるんかなというところでねお話しさせていただいたということになっております。ということでね、まあ、これはあくまで僕の独断と偏見で失敗しないパーカーの選び方っていうのを今3つ出させていただいたんですけども、まあ、他にもあるよと、こういうとこ大事だよっていうところがねあればね、ぜひぜひ下のコメント欄で、ね、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで本日はですねパーカーの失敗しない選び方3選をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。